終わらにゃい、終わらにゃい、終わりが見えないにゃ。どうも、どうも。今日で仕事納めのつもりだったのに、作業が終わらなくて困ってる。ニュース大好き、マスクニャンです。というわけで、今日の食事は、簡単に冷凍食品で済ませるニャン。こちらにずらりと並んだ商品、すべて冷凍食品なんです。都内にオープンしたのは、主に冷凍食品を出す次世代型レストランです。タブレットで注文すると、店員が冷凍庫から商品を取り出し、加熱して提供します。しっかりとしたトマト味で、食感はもちもちして弾力があります。商品は買って帰ることもできます。ロイヤルホールディングスは、2030年までに100億円規模の事業に成長させたい方針です。にゃんと店員さんが加熱するだけだにゃんって。実はこのレストラン、生産性の向上と働き方改革が狙いなんだって。お客さんに出す料理が冷凍食品だから、厨房の作りもシンプル、時間もかからないってわけだにゃん。さらに注文はタブレットだし、お会計はキャッシュレス決済だから、店員さんが少なくても大丈夫みたいだにゃ。これなら僕でもレストランが開業できそうだにゃ。とりあえず何か冷凍庫に入れとおこにゃんちゃって。ところで、実は2019年のマスクニャンニュースの通常配信は今日が最後だにゃん。明日土曜日はいつも通り今週のまとめを配信予定。そして12月30日には年末特番2019年もいろいろあったにゃを。そしてそして1月1日には新春特番2020年大予想にゃんちゃってを配信予定だにゃん。でも作業が終わってないんだにゃ。これが頑張って編集するから楽しみに待っててにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。